まず一般的なキャストです。一般的なキャストは強く上げて強く跳ね上げて、ご覧のように中日まで強く跳ね上げて落とします。でしかしですね、この強く跳ね上げた時、川幅が広くて木が生い茂ってなければいいですけれども、私がよく行くような山岳渓流ですと木が川の両サイドから生い茂っています。そこで強く跳ね上げた時にラインが枝にかかってしまうということはよくあります。続いてロールキャストです。ロールキャストは違いが分かりましたでしょうか。ロールキャストはゆっくり水面から剥がしていきます。でラインがですね、ちょうど竿を越えて竿より後ろに来たところまで溜めます。そして一気に加速して十字の位置で止めます。もう一回いきます。では図でもう一度詳しくご説明いたします。一般的な点からのキャストではこの状態から12時の位置まで強く跳ね上げます。すると当然このラインは後ろの方に伸びます。この伸びた時ですね、竿の長さが3メートル以上ありますね。プラスラインも3メートル以上、6メートル以上後方にラインが飛んでいくことになります。ここに木があることが多くて、ここで、ラインが引っかかってしまうということがよくあります。次にロールキャストです。ロールキャストではゆっくり竿を上げながら12時から2時ぐらいまで持っていきます。この時にラインの形がこんな感じですね。ここで大事なのがラインが竿を追い越して後ろに来ているということが大切です。でここから自分が毛針を落としたいポイントをしっかり見ます。目標を見ることで体の動作が連動していきます。そしてここからですね、一気に加速して振り十字の位置でピタッと止めます。力を入れる必要はありません。脇を締めて手首で振るのではなくて肘から先全体で振り込むイメージです。この時ですね、ラインの形は、
時でこんな感じのループですね。ここでもこんな感じになります。後方にラインが伸びませんので、ここにもし木があったとしても全く問題なく綺麗なループを描いてまっすぐラインを飛ばすことが可能になります。もう一つ利点があります。この部分ですね、この落ち込みギリギリの部分、この部分に魚がついていることが結構あります。ロールキャットではこの部分までギリギリまで攻めることができます。一般的なキャットではこの辺でですね、強く跳ね上げてしまうのでなかなか難しいんですけれども、ロールキャットではギリギリまで攻めてゆっくり水面から剥がして次のキャットに移ることができます。では実践していきます。